とんでもありません、旦那様。ただお部屋の掃除に来ただけです。恥ずかしいです、旦那様。こんにちは、こちら深場です。今日はね、ちょっとこの前メルセルさんの机で見つけたボリーさんからのお手紙の内容もね、進めていこうかなと思ってたんだけども、ブリニョルフさんと話すとして、ブリニョルフさんがね、透明なんだよね。まあ、透明というかさ、いないんだけどね、ここに。だからどうしようかなと思って、でなんかなんでだろうと思ってさ、あのバグがあるっていう話も聞いてたからちょっと調べたんだけど、どうやらね、ラグドフラゴンの方に行くと理由がわかるらしいということで、ちょっと行ってみようと思います。フラゴンのね、あの人このお店のおじさんに聞くとわかるんだって。おはようございます、ベケルさん。新入りが入るのは久しぶりだな、みんな急いで去っていくんだ。それはなんでだろうね、メルセルさんが怖いんじゃない。でね、ギルドに何か変わったことはこれを聞くとわかるって書いてあったんだけど、顔を見せないから、みんな心配してたよ。ブリニョルフなんか探しに出て行ったことしばらくは出るに行ったことを探しに行ってくれたんだ。これで全てにケリがつくというか。ちょ、もう一回聞こう、嬉しい。お前とメルセルがしばらく顔を見せないから、やっぱ伝わってないんだね、私とメルセルさんがどこで何してたかというか、メルセルさんがどうなっちゃったかとかも全然。これで全てにケリがつくというか。そうだよね、だって私カーリアさんに誰にも言わないでって言われちゃったからさ、そういうことだよね。みんな知らないんだよね、きっと。メルセルさんがどうで、カーリアさんがどうで、なんならブリニュルさんも知らないのか。なんかすごい複雑な気持ちになるね。ということで今日はね、ちょっと別のクエストを進めていこうかなと思います。で、別のクエストっていうのは、あのね、コメントにちょっといただいてたんだけど、ヘルガさんとこのめっこちゃん、あの子がね、なんか悩みを抱えてるらしいと。だから話を聞いてあげてほしいっていう風にね、書いていただいてて、こんにちは。で、そこでね、ボリーさんの秘密もわかるよみたいな感じで教えてもらってたんですよ。なのでちょっとめいこちゃんとね、おしゃべりしに来てみました。なんだろうね、秘密。確かに幸薄そうな感じの顔はしてるけど、あ、めいこちゃんいるじゃん。何ちゃんだったっけ、お名前。スバナちゃんだ。ごめんなさい、ここを綺麗にしておくのは一苦労なの。なんかもう顔がね、悲しそうだもんな。ここで働いてるのか。働く、そうとも言えるわね。いわゆる奴隷労働よ。この忌々しい場所をきれいにするために身を粉にして働いてるの。すごいね、なんかそんなに働かされてるの。両親が死んでヘルガに引き取られてから、まるで悪夢のような日々よ。そうだよね、ヘルガさんっておばちゃんでしょ。まさかあんなにひどい女だと誰が思う。いや、わかんない。今はここで生きてくしかない。彼女が客と呼ぶあの豚どもに体をまさぐられ、下劣な言葉を聞かされながらね。体をまさぐられ、下劣な言葉を聞かされながら、あ、そんな感じなんだ。ちょっと、させられてるんだ。あー、で、お金は全部取られちゃってるんだ。仕事だけの話じゃなく、あの女の何もかもに吐き気がするの。リベラ崇拝を難しく考えすぎなのよ。崇拝のことに関してはちょっとわかんないけど。あの女が先月だけで3人の男と寝たって知ってる？そんな女が他にいるかしら。月3人なら別に一度でいいから、あの女が身もだえするのを見てみたいの。この事実を突きつけてね。この事実を突きつける。月3人の男と寝てたらダメなんだ。なんかそれって崇拝に関係しているのかな。ダメとか低層を守りなさいみたいな、なんかダメージ食うのかな、ヘルガさん。実は考えがあるのけど、こっちもただじゃ済まないわ。こっちもただ彼女に知られたら殺されるかもしれない。あのね、偶然知ったのだけれど、彼女は寝た相手にギベラの印と呼ばれる愛情の証を渡すらしいの。もし3つの印を彼女に突きつけたら、あ、この先月寝た男の話か、一体どうするのか見ものだわ。かなり決まりが悪いでしょうね。なんかダメなの、逆にそっちの方が気になってきた。何がダメなんだろう。まあ楽しみだわ、ボリー、オフグリル、ボリー、インタリンからリベラの印を手に入れて。どうやって手に入れるのかは知らないけど、ボリー、オフグリル、ね、この2人知らないけど、手に入れた印をヘルガに突きつければ、あとはなんとかなるわ。あ、ボリーさんの秘密ってここでわかるんだ。言葉がないわ。ちょっと待ってね。よく分かってないけど、分かってるな。あの印を手に入れてきて。分かった分かった。ちょっと待って、ね。あなたの死の責任を感じて。死の責任。あ、何もするなってことね。危ないことは。どういうことなんだろう。あ、もう手に入れるってしか書いてないね。そんなにダメなんだ。まあ、いまいち分かってないや。この秩序というかさ、モラル的なやつが。あ、来た、びっくりした。あら、あなたなの。どこ行くの。またゆすりに来たわけ。外行くんだね、ヘルガさんって。どこ行くんだろう。どこに会いに行くのかな。ちょっとつけてみよう。
あ、買い物に行くのか。なんか確かにお肉屋さんところでおしゃべりしてる時あるよね。なるほど、買い物に行くんだ。あ、誰かいる、あそこに。あれ、ボリーさんじゃない？誰、あ、ボリーさんじゃない？ボリーさん大体この辺にいるよね。ボリーさん街は初めてか。あ、言ったら渡してくれるの？そんなことある？大丈夫、私今何もどうもしてないけど、こんな外で話していいことなのかな。何を言ってるかわからない。妻以外の女性とは決して寝たりしない。これが、あ、来てる、いるよ、ヘルカさん後ろに。どうなんだろう、本気かな。あ、来てる、後ろいるから。めちゃめちゃ怖い。知られたらタジャじゃ済まないって言ってたよ。秘密は漏らさないよ。後ろいるけど大丈夫かな。何を渡せって、何を言ってるのかわからない。だよね。そうだろうな。ちょっと待って、なんかつけれない、説得的な。あ、これ話術。何を言ってるか分からない。分からなさそうな顔してるけど、あ、なんかいけそう。後ろにいるんだよな、めちゃくちゃこっち気にしてるんだよね。一晩だけだったんだ。あの女が酒に何かを入れたんだろう。マジか、めちゃめちゃ怖いじゃん。宿舎には行ってない。こんなものは持っていけ。二度と見たくない。宿舎に行ったんだね、やっぱり飲みに。あそこに行くとなんか危ないんだ。あ、奥さんも来てるよ。もうめっちゃ覗いてるし。大丈夫ですか？ちょっと記念撮影させてもらったわ。あ、どうした？大丈夫？エッタさん大丈夫？50セプティもあげるよ。ありがとう。さ、受け取って。あのさ、その辺で花とか虫ってさ、ここで売ったらいいよね。うん、病気なのかな、なんか。あ、なんかなんか大丈夫なのかな。あと2人誰だろう、どこにいるんだろう、どの人。ちょっと待って待って、あれ、あ、あそこいる。あ、どこどこ、これ。あ、ブラックブライヤー用蜂蜜酒醸造所。ここで醸造所の監督をしているんだ。監督、何か用か。実に忙しくてね。ほんほんほん、何か欲しいのか。ちょっと待って、この人でしょ、インダルインさん。印持ってる。あ、これ何、渡してって言ったら渡してくれる。おかしなことを言うな。よくもそんな言い方をつけられるな。だって見てるもんね、この人が。これ説得できる。あの女と寝たなんて噂が広がったら、蜂蜜酒醸造所で働く連中からの尊敬を失うんだ。あ、そうなの、なんで。その印が欲しければ持っていけ。なんでそんな嫌な感じなのかな。あんまやっぱ風俗で、や、風俗行ってますって言ったら威厳が保てない的なやつなのかな。まあ、そういうもんなのかな。よし、これで仕事に戻れるかな。待って、何の用だ。蜂蜜酒醸造所に関することは後にしてくれ。ブラックブライヤーの蜂蜜酒醸造所を仕切っているのか。メインブラックブライヤーに蜂蜜酒の生産量を維持するよう頼まれている、うんうんうん、それが私の仕事だ。働いているのは役に立たない連中ばかりだがな、えーだね、自分が仕切るようになってからは、うんうん、蜂蜜酒の生産量がそれまで以上高くなった。まあこういうことを言う人いるよね。蜂蜜酒醸造所が儲かれば金がたくさんもらえる。メイビンさんのこと知ってんのかな。メイビン夫人はスカイリムの人間となら誰とでも取引している、うん、実は町全体を掌握しているとしても全然不思議じゃない。まあ、そうだろうね。それっぽいけどね。いろいろな帝国の要人たちともつながりがあるらしい。メイビン夫人に立てつく気ならやめておけ。かなり多くのものを雇ってさまざまな問題の対処に当たらせているからな。奥さんいないのかな。まあな。アングリエン、また一つ台無しになった樽を見つけたぞ。一体どうしたんだ、うん、教えてくれ。メイビン夫人の金を浪費して楽しい。どうやらそうみたいだな。めちゃめちゃ嫌味言ってるじゃん。ちょっとお話聞いてみようか。いらっしゃい。アングリエンさん、大丈夫？メイビンさんのことを知ってるんだ。まあね、トップだもんね。この上ない喜びなんだ。給与をもらうのすら申し訳ない。あれほど考えない人のために働けるなんて、すごい持ち上げるじゃん。こんなことはないってね。あ、へー。あ、これ言わないといけないね、やっぱり。ああいう風にね、さあ本当のことを話してくれ。お金でね、ここは開けておこう。蜂蜜酒醸造所や一族について何か喋って、もし捕まったら死んでも当然だ。一族って何だろう。自分で4人目が初めて1年前の3人は本利比庫の底で眠る。マジか。ここを聞け。できるだけ大丈夫なんだろうか、この人も。どこが特別なんだ。メイビン夫人はブラックブライヤーの蜂蜜酒の秘伝レシピを数十年かけて開発してきた。あ、この人が開発したんだね、本当に。ゴールデングロー農園からの新鮮な蜂蜜を特注の熟成樽で寝かせ、うんうんあ、しまった、これは失礼。杓子定規です。言われた通りまっすぐ言ってるみたいな感じでしょ。でも上手に言えてたよ。大丈夫、クビになるより最悪のケースがある。あ、まあね、沈められたらね。
それが言いたかった、うん、大丈夫大丈夫、上手だったから。なんかもう苦しいね、ま、この街ほんと、うん、みんな誰でもかんでもメイビンブラックプライヤーっていうな。どうなるんだろう。なんかメイビンさんがさ、帝国の人とつながってるって言ってたじゃん。で今のさ、ミストベル砦の首長さんってストームクロック側なんだよね、きっと。これ帝国の方についちゃったら、まあ首長さん追い出されちゃって、メイビンさんがなんのかなと思ったら、ちょっとウルフリックどうとかそういう問題じゃなくてさ、なんか個人的にこのリフテンでメイビンさんが市長になるっていうのが、私の中では下世になっていう気持ちになっちゃう。そこだな。なんか私がさ、どっち側につくかっていう落とし所の決定だが、まさかのこのリフテンの市長争いとかになっちゃうかもしれないっていうのが、まさかね。どうやって決めるか私もわかんないけどさ、でもこれも一つの問題のところだよね、街がどうなるかというか。うん、こっち何？あ、この向こうにいるか。え、もしかして何？馬屋の人かな。雪だ。なんか花びらみたいに見えて、やっぱ綺麗だねこの感じ。あ、いる。話せるかな。この場合って話していいのかな。歩くのは嫌いか？それならいいところに来たな。あ、馬飼えるって聞けるんだ。まあ馬はいらないな。壁の外に住むのはかなり危険なのでは。恐れることなど何もないさ。壁、うんうん、なんてのは弱虫の隠れる場所だよ。俺は弱虫じゃない。賭けに乗れよ。どっちかが降参するまでやろうじゃない。いや、もうやりたくないんだって。見たらわかるじゃん、私女の子なんだから。まあ仕方がない。あんたの立場だったら俺だってビビって逃げるよ。そうだね、ヘルガにジベラの印をもらったはずだ。まあ通いそうだよね。何を言ってんの。なんでみんなとぼけるんだろう。何の話か全くわからないな。ダメだろ言ったら。風俗行ってますって言いにくいのかな。あんたリフテンで評判を落としたくない。評判が悪くなるの。ヘルガも手に負えない。ヘルガも手に負えない。馬屋で誘われたから OK した。馬屋で誘われた。そんなに印が欲しいなら待って待って、面白い。そうそう、家に行ったんじゃないんだ。また今度。 あっちのさ、宿屋に行ってからとかさ、じゃなくてさ、ここまで来て誘われたんだ。やばいね、馬屋で誘われたって。なんかなんかアメリカのさ、古い映画とかそんな感じがするよね。さてと、見つかったぞ全部。みんなそれぞれ思うことあったね。まあでもさ、まあ、ボリーさんはさ、なんか薬盛られたみたいなこと言ってたじゃん。この馬の人はさ、まあ、わざわざヘルガさんの方から来たからみたいなことを言ってたけど、あのリフテン水産の人だけは自分から言ったっぽいね。よし、ちょっとじゃあ報告しに行くか。何ちゃんだったっけね。多分全部集まったよね。あ、ヘルガさんとお話するの？いいかな言って。何ですって？どうやって？あ、やっぱびっくりするようなことなんだ。いいえ、話さないで。知りたくないわ。え？これは秘密よ。二人だけの。他の人には知られない方がいいわ。そんなにバレたくないんだね。もしリフテンでディベラの魔術をやっていたと噂になったら追放されてしまうもの。あ、こっちの方が知られたくないんだ。これを持って行って他の人には絶対何も言わないでちょうだいね。特にツバナには。何なんかいろんな、なるほどね、ディベラの魔術をやってるからダメなんだ。ツバナちゃん一応ね、解決しそうだよ。あの男たちの印はちゃんと集められてる、うん、集めてきて渡してびっくりして内緒にしててって言われたんだけど、これいいことなの？あれを見せられて、なんかいいことなのかというかさ、これでよかったの？本当に。この辺りもこれから大きく変わっていくはずよ。本当に一は吹かせたかっただけなんだね。さあこれを受け取って。父からもらったものだけど、あなたならうまく使ってくれると信じてるわ。いや待って、お父さんからもらったやつはもらえないよ。鉄のマジカの兜、余計にいらなかったけど、これでちょっとはすっきりしたのかな、スバナちゃん。でもなんか変わったようには見えないんだけど。それじゃまた今日も男にまさぐられるのかな。ヘルガおばさん、なぜほとんど知りもしない人たちと自分を恥ずかしめる。ちょっとだけのお楽しみよ。あなたは若くて素敵よ。試してみてほしいわ。やばい。ダメ。私は特別な人のために自分を大事にする。心から愛してくれる人のためにね。一応まだシビのこと。冗談でしょ。シビって言ったね。あなたが考えているのはベッドインして終わらせることだけよ。シビって、あなたも忘れちゃった方がいいわ。それは違う。シビとは愛し合ってるの。嘘。あなたは嫉妬しているだけよ。マジマジで本当？ Good to see you。 いやー、スバナちゃん
シビブラックブライヤー大変なんじゃないの、まあ、ちょっとさ、投獄されてるとかそういう話の前にさ、お母さんやばくない？わあ、どうすんの、ちょっとシビさん、あ、なになんか並んでんのかな、そこ、部屋に入るための。これがボリーさんの秘密だったっていうことなのかな。闇というかね、まあボリーさん薬盛られてって言われてたからあれだけど、まあでも意識がなくてもできるもんなんだなっていうことだけは何してたか分かんないけどね、リベラの魔術って言ってたから、ちょっとそこは謎だけど、なんか変わったことないかな。ちょっとさ、やっぱ本が気になっちゃうからさ、チラ見してみたいな。で、あれ、あ、あ、一巻もあるじゃん。あ、ここ一、二巻揃ってんだ。あ、マジで？あ、どうしよう、読みたい。ちょっと一回だけチラッと見せて。あ、こういう感じ、あのソクラテスの弁明みたいな感じの形式のやつか。ちょっとこうミュージカルテイストというかさ、モリエールとかそういう感じの。アルゴニアの事情第4幕途中から第3シーン続き、ティフト・ハーテイルさんっていうのが女の子なんだ、クランティアス・コルトさんっていうのが男の人なんだ。とんでもありません、旦那様。ただお部屋の掃除に来ただけです。嬢ちゃん、それだけのために来たのかい？私の部屋へ。何のことだか分かりません、ご主人様。私はただの哀れなアルゴニアの次女です。そうだな、ちびちゃん。たくましい足に整った尻尾。いい次女だ。恥ずかしいです、旦那様。恐れることはない、私といれば安全だ。旦那様、お部屋のお掃除を済ませなければなりません。さもなければ奥様に叱られてしまいます。掃除だと、それではこれを掃除してもらおうか。ほら、俺の。とても、とても飽きすぎます。一晩中かかるかもしれません。この続きが何？2巻にあるの？え、もうなんかもう見ちゃうわ。見ちゃうよ。なんかこのなんか中途半端なタイミングで見ちゃうよ。第7幕、場面に。待って待って待って、あのさ、第4幕から第7幕の間にさ、一体何が起こったっていうぐらいさ、こうなんだろう、二人馴染んでない、このなんかこの間なんかさ、最初のやつはさちょっと無理やり感あるけどさ、もうこれなんかもう、まあ大きなパンの塊、でもどうすれば私の囲炉裏に入るかしら。まだ膨らんでない。すごい、やる気満々じゃん。もう愚かで小さなアルゴニアの辞書よ。お前の手を使わなければ。パンはこねればいいのですか？待った。あの、なんかいろいろある。いろいろ言いたいことがある。まずね、パンっていうさ、そのさ、膨らます前のパンっていう状態っていうのと、なるほど、手かって思ったけど、手を使わなければいけない理由もパンだからかっていうことなんだね。やっぱ、うん。あ、まあ、これ水分とか含んじゃダメだからさ、カチカチのやつだとしてもね。さすがにこう、4から7までのさ、5、6、あと2つ膜があったんだろうけど、この間にこう、開発されたんだな、この女の子も。だって、奥様のためにパンを膨らませないといけないんですかっていうのが一つ。あと、いろりが温まってませんっていうところで一つ。もうこの子を、あと、そうだ、急いでできればいいのですがっていうところでもう一つ。この3回この子、もう待ってるもんね、この子。なんなら奥様に取られちゃうのも嫌だみたいな雰囲気出てるもんね。そうか。なんかリフテンすごい。なんかね、疲れた。なんかどっと疲れた今日のこれ。ああ、なんかもうほんと。いろんなことが起こった気がする。別に大したことなかったのに、パンからなんか出んのかな、練乳的な。ちょっとさ、最後にさ、シビさんに会いに行きたいんだ私。どんな風に思ってんだろう、両思いなのかな、それちょっと気になるじゃん。リフテンジャイル、ここかな。ジャイルって何？おい、ここへ入ってくるな。正式な用事の場合だけだ。入っちゃダメなのかな。あ、やっぱダメなんだね、普通に入るのは。でもお金、もちろん構わない。楽勝だな、この人もお金がいるんだね。まあでも一応あなたはさ、仕事があるからね。まあどうしても苦しくなったら言って。あ、なんか広い、思った以上に。わあ、なんかすごいね。あ、すごい、上下ある。わあ、プリズンブレイクみたい。わあ、すごい。
でさ、ここにさ、シビブラックブライアさんがいるはずなんだよね。この人様子もすごくない？ここわ、すごいじゃん。いや、明らかにこの人だよな。超ビップ。あ、シビさんだ。これはこれは、まさに目の保養だな。美しい女性のためなら、いつでも時間を割くぞ。目の保養だって。あ、見て、すごい顔で笑ってる。うん、友人として来たっていうよりも、あのさ、ヘルガさんとこのメイコちゃんと愛し合ってるっていう話なんだけど、結構なんか思った以上に年配というかさ、声の感じがちょっと年上感があるね。まあメイコちゃんのことはあまり聞けないみたいだな。どう考えても遊びだもんな。なぜ牢屋にいるんだろう。いいか、誰にでも欠点は俺の場合は女にモテすぎること。マジか。まあ、モテるだろうね。スベディという美しい娘と婚約中に、あ、スベディっていうのし、あ、こ、あ、あ、この浮気ってあの子じゃん。彼女はそれに気づいて兄弟のウルファに伝えた。そして奴はナイフで俺を襲ってきた。だから自分の身を守らねばならなかった。このお兄ちゃんのことをちょっとやっちゃったんだ。その通り。そして8ヶ月も鉄格子を見つめる羽目になったんだ。8ヶ月短いね。リフテンで一番裕福な家に嫁がせてやろうとしたのに、 あの小娘に、ね、とんだ恩返しだ。あの不死だらな女の首を取るためなら何だって。スビーディーさんってことか。どっちだろう、浮気相手の人、それともスビーディーさんのことかな。彼女の捜索を手伝う。まあちょっといつか探すかもしれないけど。なるほどね。そのスビーディーちゃんってどこの家の人なんだろう。リフテンじゃないのかな。なるほど、メビンさんはこのことを知ってたってことか。でちょっとまあお灸を据えてるって感じなんだろうな。8ヶ月は短いもんね。まあでも、まあ言ってもね、まあでも浮気で婚約者のお兄ちゃんから刺されそうになったってことだから、なんかさ、かわいそうな気もするけどね。お金持ちゆえの悩みというか、そんな感じもするね。あとかっこいいんでしょ、モテるからね。女の人ちょっと知りたい気はするね。どこにいるんだろう、というかどんな人なのか、ちょっと気にはなる。一応探すだけ探してみたい。あの女を見つけてくれたら十分な。見つけるだけね。教えるかどうかわかんない。セビニの居場所を突き止める。情報はないか。うん、どこに住んでる人なの。若くて胸の大きい、長く豊かな黒髪の娘。モテそうだね。付き合っていた時は太鼓に素敵な歌を歌ってくれたものさ、うん、あんなに美しい歌声は聞いたことがない。俺と別れたらその才能も無駄になるわけだ。別れたっていうか、どうなんだろう。まあもう別れたことになるのか。殺人の罪がたった8ヶ月。家族の秘密を明かした罰として懲らしめが必要だと母は考えた。家族の秘密を明かした罰。つまり俺は母のために何人も始末してきたんだ。俺に何を期待していたんだろうな。まあいい、区役中でも少なくとも家と同じように快適に過ごせ。まあ快適そうでは。当然ながら女にだけは触れられないな。呼べないんだね、ここには。ああ、なるほど。あのクソ女を見つけたら首を絞めてやる。クソ女か。浮気したのはあなたなんだけどな。まあでもね、誰かと思ったら問題解決人じゃないか。問題解決人って言われちゃった。すごいいい部屋住んでるね、本当。不自由はなさそう。確かに女の人呼べないのはなんかちょっと辛そうだけど、この状況で何でも見られちゃうからね。これで隠れる場所ないじゃん。何やってるとか全部バレちゃうんだ。トイレどこだろう。なるほど。じゃあめいっ子ちゃんは浮気も浮気で本当ただただ遊んでただけだっていうことか。まあそうだよね。なんかかわいそうだな。信用してそうだったから。まあこの件に関してはヘルガさんの方がやり捨てよって言ってたから正しくはあったけど、でもさ、結婚するって噂は流れないもんかな。このさ、スベディさんの場所もちょっと見てみたくなっちゃった。え、なくない。あ、わかんないんだ、もしかして。これどうやって突き止められるんだろう。なんかいろんな人に聞いて回ったらさ、教えてくれたりするのかな。胸が大きくて黒髪の長いロングヘアの感じの女の人だったって言ってた。まあ聞き込みすればなんか教えてくれる人も出てくるかもしれないね。メイビンさんとかも知ってそうだし。よし、ということで、なんか今日はいろんなことがあった一日だったけど、楽しかったけど疲れました。いやー、他人の色恋沙汰は普通に愉快だね。はい、それでは今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただくと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。